さて次は心憎し。相手に教養などがあって優れている時に感じる妬ましいほどの憧れを指しますが、マイナスの気持ちはほとんどありません。訳は奥ゆかしい、立派だ、で、たまに恐ろしいとなる場合もあります。次は心映え、漢字をチェックです。人や物の性質が外に伸びて現れていくイメージで、心の動き、意向から、心の様、心遣いや趣向、趣を指すようになりました。次は心元なし。これは心が落ち着く元がないイメージで、気持ちがふわふわして、はっきりしない、ぼんやりした、から不安だ、気がかりだ、となったり、待ち遠しい、じれったい、となったりします。おぼつかなしもはっきりしないイメージでしたね。さて次はこちたし。漢字をチェックです。物事もしくは言葉が大きすぎたり、多すぎたりで鬱陶しいイメージです。物事なら大げさだ、仰々しい。言葉ならうるさい、煩わしい。そして数量なら非常に多い、おびただしいとなります。大げさだは他にことごとし、ところせしなどがあります。さて次はそのことごとしですが、漢字をチェックです。大ごとじみていて大げさなことを指していて、訳も文字通り大げさだ、仰々しいとなります。美的でないものや悪いものによく使われます。類義語にはこちたしやところせしがあります。次はことに、漢字をチェックです。特殊であって普通ではないことから、特にと訳されます。古文で出てくることは特殊の集だと格別。言葉のことだと言葉だったり和歌。そして事件の字なら物事。そして最後の場合は違っているを指すので、読解の時には気をつけましょう。